い。おい。ん？おい。おい。それじゃあ、はい、うん、うん、はい、うん、そうやな。答えがいのない質問の仕方。会話練習なんですから、ちょっとは真島さんも私が楽しく話せるように気を使ってくださっても。そうですね、私王子様みたいな人がいいです。え？優しくて背が高くてハンサムで髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなぁなんて。ん？え？どういうことですか？すまん。真島さん、面白い冗談を。真島さんは白馬の王子様というよりは王を裏切る。何やと？理想を言うだけだったらただですからね。私中学高校大学と女子校だったんで、ずっと理想の王子様を思い描いてたんですよ。ほう。あ、すいません。もしかしてやっぱり私接客でみんなの、え？この際ですし聞いておこうかなと。私が接客下手なせいでみんなの足を引っ張ってたら嫌だなって思ってるんです。
え？